My grandfather used to graze his... 私たちはユタ中央部にある町に住んでいました。祖父は夏になるとよく町の東にある高い山に行き、草木が青々と茂る美しい谷まで自分の牛に草を食べさせていました。けれども牛には栄養を補うものが必要で、牛は岩塩を舐めたがりました。岩塩はかなり離れた塩の採掘所で取れます。祖父は屈強な馬に荷蔵をつけて岩塩をいっぱいに積んで帰り、塩舐め状の塩を補充したものです。この馬は動きがゆっくりだったので、私はノロと呼んでいました。祖父はノロの蔵に岩塩を積むと、私を上に乗せて手綱を渡しました。祖父は自分の馬に乗り、私はその後をついて手綱を引きながら山を登るのです。ノロはゆっくりゆっくりと進みましたが、重い荷を積んでいたので私は早く歩かせようとはしませんでした。一日がかりで山を登り、塩舐め状に着くと馬から岩塩を下ろします。暑くなってくると蔵に積んだ岩塩の塊に汗まみれの足が擦れてヒリヒリしました。小川を渡るときには馬を降り、足を水で洗って乾かすとヒリヒリしなくなるので嬉しかったものです。祖父はほとんど一日中歌を歌っていました。大抵はシオンの歌でした。私がよく覚えているのは、仲間を見れば人格がわかるという歌です。振り返ってみれば、山間の谷に塩を運ぶのは楽しい経験でした。その一方で、牛は岩塩から栄養素を補って力をつけていたのです。動物も人間も体が成長し回復するのを促す栄養分を栄養素から取ります。祖父の牛には岩塩に含まれる栄養素が必要でしたが、人間にはそれ以上のものが必要です。命は食物に勝り、そして人のうちには霊があり、全能者の息が人に悟りを与えるからには、人は霊的に補充を受ける必要があります。人の霊は愛を必要としています。そして信仰の言葉と良い神の言葉とに養われる必要があります。霊的な養いはバプテスマを受けるための準備となります。この準備には神の前にへり下り、打ち砕かれた心と悔いる霊を持って自分のすべての罪を悔い改め、進んでイエス・キリストの名を受け、キリストの御霊を受けたことをその行いによって明らかにすることがあります。私たちにとって最も大切な霊の栄養素は、神が私たちの永遠の御父であり、イエスが私たちの救い主であり、贖い主であって、聖霊が私たちの慰め主であるという証です。この証は聖霊の賜物を通して確認されます。この証から神への信仰と信頼という霊の栄養素が生まれ、そこから天の祝福がもたらされます。霊の栄養源は様々ありますが、時間が限られているので、ここでは3つだけを挙げたいと思います。3年前、高校3年生になったばかりのある若い男性が、毎日30分成分を研究して自分に養いを与えようと決心しました。ところが、新約聖書を読み始めたところで壁にぶつかりました。予想していたような霊的な高揚が感じられず、新たな理解も浮かんでこなかったからです。どこがいけないんだろう、と自問自答しました。すると、学校であったある出来事が思い出されました。何人かの友人と冗談を言い合っていた時のことです。冗談の中には面白くないばかりか、全くもって下品なものがありました。この若者は冗談の輪に入り、自分でも下品な言葉を発していたのです。これに気づいたとき、マタイ伝にある次の言葉が目に留まりました。あなた方に言うが、審判の日には人はその語る無益な言葉に対して言い開きをしなければならないであろう。彼は御霊がこの言葉に導いてくださったのだと知り、悔い改めの祈りを捧げました。どこがいけないのかという疑問の答えは簡単でした。
彼は聖文を読んで印をつけ、楽しんですらいたものの、書かれている勧めには従っていなかったのです。聖文をもう一度読み、キリストの模範に従って生活するよう努めていくと、この若者は自分の人生に新しい境地が開かれていることに気がつきました。聖文の教えを実践することによって、大切な霊の栄養素を生活に加えたのです。不確実なこの世の状況の中で、私たちにはもっと霊の栄養素が必要です。この栄養素は完全な福音の知識と聖なる真剣の力から来るものです。このような知識が魂に注ぎ込まれると、私たちは神に近づくばかりでなく、神と周囲の人々に仕えたいと望むようになります。数年前、ある祭司委員会では、奉仕活動として困っている人のために食べ物を募ることに決まりました。ジムは祭司で喜んで参加し、一番多く食べ物を集めようと決心しました。その時が来て、祭司たちは教会に集まり、皆が同時に出かけて行って、夕方に戻ってきました。驚いたことに、ジムの手押し車は空でした。ジムはかなり真面目な面持ちでしたが、少年たちにからかわれます。この様子を見て、ジムが車に興味があることを知っていたアドバイザーが声をかけました。ジム、外に出て車を見てくれないか？調子が悪いんだよ。外に出るとアドバイザーは傷ついていないかとジムに尋ねました。するとジムはこう言ったのです。いいえ、別に。でも食物を集めに行った時、本当は手押し車いっぱいに集まったんです。でも教会に戻る途中で、ある女性の家に立ち寄ったのです。そこはワードの管轄地域で、その人は教会員ではなく離婚していました。玄関を叩いて、訳を説明すると中に入れてくれました。食べ物を探そうとその人は冷蔵庫を開けましたが、中には何も入っていないようでした。戸棚も空っぽでした。それでもやっと小さな桃の缶詰を見つけました。信じられませんでした。食べ物が必要な小さな子供たちが走り回っているのに、その缶詰をくれたのです。それを受け取ると手押し車に入れて通りを歩いていきましたが、その一角を半分も歩いたところで、体中が暖かくなり、あの家に戻るべきだと分かりました。それでその人に食べ物を全部あげたのです。アドバイザーは言いました。その気持ちを忘れてはいけないよ。それこそ奉仕の真髄なのだから。ジムは、無私の奉仕という栄養素を味わったのです。伝道地で奉仕していると、主の御業に全てを捧げることから、霊の栄養素がたくさん得られます。他人が霊的に目覚めて、福音を受け入れられるよう助けることから得られるのです。100年余り前、南部諸州伝道部を管理していた、J. ゴールデン・キンボール長老は、ある長老たちを集めて集会を開きました。人目につかないよう森の奥まった場所に集まることになっていました。長老の一人は足に炎症を起こしていました。足は真っ赤に腫れ上がり、もう一方の足の2倍はありました。それにもかかわらず、この長老は森の中で開かれる特別な真剣会に出ると言い張って、二人の長老に運ばれて集会の場所まで行きました。皆さんは何を述べ伝えていますか？とキンボール長老が尋ねると、イエス・キリストの福音ですと宣教師が答えました。さらに、信仰によって病院を癒す力と権能が自分にあると話していますか？とキンボール長老が聞くと、はい、という答えでした。キンボール長老は言いました。それを信じてみてはどうでしょうか？足の腫れた宣教師が大声で言いました。信じます。続けて起こったことをキンボール長老はこう語っています。その長老が木の切り株に腰掛けると、長老たちが周りに集まりました。油が注がれ、私が癒しの祝福を施しました。すると長老たちの目の前で彼は癒されました。非常に大きな衝撃でした。そこで具合の悪い長老が一人残らず癒しの祝福を受けると、皆が皆癒されたのです。真剣会が終わり、長老たちはそれぞれ割り当てを受けて出て行きました。答
言葉では言い尽くせない喜びと幸せがありました。信仰という栄養素が補給され、長老たちが伝道に対して新たな意欲をかき立てられたのです。霊的な健康を保つための霊の栄養素は、必要な導きを神から受けるにふさわしい生活をしていないと、効果と効能が失われます。救い主はこう言われました。あなた方は地の塩である。もし塩の効き目がなくなったら、何によってその味が取り戻されようか。もはや何の役にも立たず、ただ外に捨てられて人々に踏みつけられるだけである。私たちは精神と肉体をあらゆる中毒や汚れから清く保たなければなりません。腐った食べ物や汚染された食べ物を食べないように、品のないものは何であれ読んだり見ないよう注意すべきです。例の汚染はインターネットやコンピューターゲーム、テレビ番組、映画を通して生活に入り込みます。そこには人間のより低俗な側面をあからさまに表現し、露骨に描写してあります。このような環境の中で生活しているのですから、私たちは霊的にもっと強くなる必要があります。エノスは霊が飢えて一日中叫び求め、自分自身のために夜になってもまだ懇願したと語っています。霊的な真理に対する渇きを癒す霊の栄養素を渇望したのです。世の救い主はサマリアの井戸で女に声を語りました。私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出るであろう。今晩神の神権を持つ者として私たちはこの会に出席しています。この場にいる人、他の会場に集まっている人を合わせると、その数はかなりのものです。皆霊的な養いを求めて来ていると願っています。私たちが神のしもべや預言者の語る主の御言葉を求めて常に植え乾き、毎週聖餐会に出席して制約を新たにすることによって満たされるように望んでいます。アロン神権の若い男性は永遠の行く末を決めるのに不可欠な要素をすべてうちに秘めています。それを外側から強め養う必要があります。それは肉体的霊的なものの両方があります。人の霊は自分の永遠の旅路について知る必要があります。自分がどこから来たのか、どうしてこの現世にいるのか、喜びと幸福を得て行く末を全うするには、最終的にどこに行かなければならないのかという疑問に対する答えを知る必要があるのです。霊的な栄養素で霊を補充すると、その効力は永遠に続き、いつまでも失われることがありません。アルマが教えているように、現世を去るときにあなた方の肉体を所有しているその同じ霊が、あの永遠の世であなた方の肉体を所有する力を持つからである。兄弟たち、皆さんの献身と義に感謝しています。皆さんが定員会や支部、ワード、ステークにおいて召しをとてもよく果たしているおかげで、教会は発展し、神のあらゆる御業は世界中で前進しています。神権によって皆さんは、皆さんを求める家族や、その他の人々の主の皆によって祝福することができます。この祝福は主から託された神聖な権能を通して与えられます。なぜなら主は、誰でもあなたが祝福するものを私は祝福すると約束してくださったからです。兄弟たち、交わしたすべての誓約に忠実であるよう願っています。あらゆる家族関係、とりわけ伴侶に対して、また両親や子供、孫に対してもすべてを捧げることができるように祈っています。この御業が真実であることを、命ある限り、日々明かしすることができますように、主のしもべとしてへり下り、義のうちに前進することができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。